ありがとうね、いつも。ん？ミノルがいてくれてよかった。僕らの過ごしたミノル、どうかした？あ、いや、その礼を言わなきゃいけないのは俺の方っていうか、覚えてないかもしんないけど、あの時豊が先に声かけてくれたんだ。え、ミノル